んたたちもあの…はて、噂とな。なんであんたたち、もしかして何も知らねえのか。世界が滅亡してみんな落ち込んでるだろう。そんな心の…こないだすれ違った旅の舞踏家もグロッタの街…それにしてもあの舞踏家の姉ちゃん、すげえ美人だったな。楽園に行けばまた会えるかな。な、すごい美人の旅の舞踏家ですって。それってもしかして。兄貴、おっと、連れが来たみたいだ。それじゃあな、旅の人、縁があったらまたグロッタの町で会おうぜ。遅えぞ、どこで道草食ってたんだ。さあ行くぞ、楽園は目前だ。あ、待ってよ。グロッタの町か。何やら胸騒ぎがする。美人の旅の舞踏家とはもしやマルティナのことかもしれんの。なんだか様子がおかしいわね。ようこそグロッタの町。町の中に魔物。おやおや、困りますな。このグロッタの町は今や野蛮なコロシアムなんてもう古い。これあなたたちも興味がおありなら。魔物が運営するカジン、怪しい匂いがプンプンするな。マルティナがいるやもしれん。2階にあるというカジノに。
珍しい。姉さん、出番よ。次はどんな坊やが私の餌食になりたいのかしら。そんなまさか。姫様。あら、グレイグじゃない。あんたみたいな頭でっかちでもこういうところに出入りするのね。あんたも刺激が欲しいのね。たっぷりサービスしてあげるから、あたしと一緒に遊びましょう。姫様、なんとはしたない。グレイグ、あんたってほんとうんざりするほど真面目な男ね。忠実なだけなら犬でもできるわよ。ねえ、私の犬にしてあげましょうか。世界で一番幸せなペットにしてあげる。なんとハレンチな。一体どうしたんじゃマルティナ。今は冗談を言っている場合じゃないぞい。打倒ウルノーガの信念を貫くため、わしらにはお主の力が必要なんじゃ。さあ、もう一度わしらと旅を。まあ、相変わらずうるさいジジイね。楽しい雰囲気がしらけちゃうじゃない。いい？今の私にとって打倒ウルノーガなんて興味ないわ。こんな世界もっと壊しちゃえばいいのよ。私が興味あるのはこのカジノを作った六軍王であるブギー様だけ。私の身も心もブギー様のものなのよ。だからあんたたち、いい加減にしてください。姫様、今はそんな馬鹿げたことを言っている時ではありません。こんないかがわしい場所、気高い姫様にはふさわしくない。さあ、我々と共に行きましょう。気安く触らないでくれる？女の誘い方も知らないの？あんた何も分かってないのね。どうやらきついお仕置きが必要みたいね。楽しませてちょうだい。来るぞ。せーの。膝をついて。くらえ。手を貸すぞい。片付けない。どうしたの？攻撃第一。今こそ癒しの雨を。
安心せい。なんでやねん。ようやくおとなしくなってくれたか。困りますな、お客さん。うちのナンバーワンディーラーをいじめてもらっちゃ。ん？え、は、え、は、え、こ、え、こ、え、よ、え、ほう。泣かせた女は数知れず、最強のキングオブモンスター。よ、こいつが六軍王の一人ブギー。グロッタの街をこんな風にした張本人の登場ってわけね。ブギー、あっ、あっはは、おー、よちよち、かわいそうなボクシンのかわゆい子猫ちゃん。ぶ、憂い者が、即刻姫様から離れろ。はあ、ボクちんのマルティナを仲間に引き込もうなんて無駄無駄。ボクちんの力でマルティナをナイスバディな魔物にして、ボクちんの忠実なるしもべにしたからね。人間を魔物に？じゃあもしかしてマルティナちゃん以外の魔物たちも。マルティナだけじゃなく、このカジノの従業員である魔物たちはもともと人間だったやつらさ。カジノで大勝ちして調子に乗った人間たちを魔物に変えてこき使いまくるのが僕ちんの何よりの楽しみなんだよ。マルティナはわしらの大事な仲間。お主の悪行に付き合わせるわけにはいかぬ。さあ、マルティナを返してもらうぞい。ボクちんの楽園を壊そうとするやつはまとめてズタボロ100たたきの刑だじゃ。ブギー、張り切っていくじゃ。勝利を我らに。攻撃第一。さあ、ご一緒にレッツダンス。ミロンズ、はあ、はあ、うん、はほ、いや、
注ぎ癒しの雨よ。その身に受けよ。ん？なら終わっちゃった。ほらヒット。ルギー様最高。いい声なさい。あっきゃはっぬはっ。牧人を見て。それ悪霊解散。丸焦げになれ。ギガマウトラ。よしよい。さあ受け取れ。くらえ！ほい！うん！よっ！そんな！やったわ！私どうしたのかしら。ここは一体。まあ、あなたは隣にいるのはグレイグ？あなたたちどうしてここに？どうして牧人がこんな目に遭うんだ。牧人はこの楽園で一番偉くて強い王様なんだぞ。あの魔物は牧人。今までのこと全て思い出したわ。妖魔軍王ブギーさん、今までよくも好き放題してくれたわね。あっブギー！ああ怖い。100万倍にして返してあげるわ。姫様、今のは魔物になっていたせいかしら。私、新しい力に目覚めたみたい。ロー様、ご心配をおかけし。いいんじゃ、マルティナよ。
お主が無事で何よりじゃ。これでまた一緒に旅ができるの。姫様、今までの非礼な振る舞い、どうかお許しください。私は今、勇者に命を預ける身。打倒ウルノーガの信念を貫き通すまで、このグレイグ、皆の盾となりましょう。何よ、そのつまんない挨拶。これ以上私を退屈させるなら、きついお仕置きしてあげましょうか。なんてね、グレイグ、頼りにしてるわ。これからもよろしくね。しばらく見ない間に随分頼もしくなったわね。これ、あなたに渡しておくわ。世界各地を旅してる時に、そのマーメイドハープを見つけたの。どうしてもあなたに渡したくて。もう分かってると思うけど、海にそびえる光の柱でそれを使えば、船で行けなかった場所にも行けるはずよ。そこで残りの仲間を探しましょう。魔王ウルノーガを倒して、世界に平和を取り戻すために。